競技別トレーニング格闘技編4つ目のエクササイズはプッシュ&ロー、組み技における投げの動作を改善するエクササイズをご紹介します。まず投げ技の仕組みですが、はい、相手と組み合った時に両手で押したり両手で引っ張ったりということは少なく、一方の手で相手を押し一方の手で相手を引っ張ることで体を回転させて、そこに足を出したりすることで相手を転がす、これが投げ技の基本になります。そして、この動作を改善するエクササイズをこれからご紹介したいと思います。